こんにちは。いつも YouTube をご覧いただき誠にありがとうございます。動画の中でご紹介している材料やツールなどは概要欄に添付しています。どうぞご覧ください。さて、最近ウイスキーがとっても人気で、ご自宅でコレクションしてらっしゃる方もいっぱいいらっしゃると思います。ご自宅での、保管方法をお話ししたいと思います。大切なウイスキーですので、風味が損なわれないようにしたいですね。ウイスキーのボトルはまずワインのように横にしないでください。立てて保存してください。それはこの例えばスクリューキャップであったり、コルクであったり、横にすることによってウイスキーの液体とその、コルク等が触れてしまうと、ウイスキーはアルコール度数が高いので、その、コルクの成分などを取り入れてしまうわけですね。そうしますと、味に、ちょっと良くない変化が起こってしまいます。立てて、あともう一つは、日光に当てない。そして、温度変化の少ないところ、暖かすぎず、ですからストーブのそば等は避けてください。立ててお日様から遮り、温度変化のないところ、できれば冷暗所、冷蔵庫に入れる必要はありません。また、ハイボール用に、冷凍庫にウイスキーを入れているという方、それは OK です。ウイスキーは直射日光に弱いです。また立てて保存してあげてください。